ハナです。ハナです。みちおことかじこです。控えめだね、なんだか。そう、新しい子がいます。ティンバーちゃんです。はい、あれ、ここなんかちょっと有名なあのスポットですけど、レインボープリンチです。にゃにゃ犬だってニャーじゃないって今日はお台場でだるまさんが転んだ間違い探しをしたいと思います。ルールは3人のうちの服装のどこかが変わります。あるの？変わるよ。変わって、そしてまた戻ります。戻るの？戻るそれの違うところをみんなに見つけてもらおうね。この間結構簡単だったのかさ、見つけてくれた人多かったもんね。このは超難しいよね。いや、わかんないよ。え？レベル1は簡単だよ。レベル1簡単かな、どうかな、みんなに解いてもらおうね。はい、はい、始めましょう。はい、レベル1、最初はみんなこんな感じだよ、覚えておいてね。いくよ。だるまさんが転んだ。おー、近づいてる。あれ、何が違うのかな。もう一回、もう一回いくね。だるまさんが変わった。お、近い。お、お、なんか、あ、ママ気づいたぞ。だるまさんが転んだ。おっと、近くなったけど、みんな、わかったかな。だるまさんが変わった。近い。そして変顔。みんな変顔。もう気づいた人いいんじゃない？もうかなりいい感じだよ。だるまさんが転んだ。うお、近い。倒れちゃった。はーい、これどうやって終わんだっけ。よいしょ。だるま、あー、タッチされた。みんなわかったかな。正解は、私たちのバッグが変わっていました。バッグ、これとこれが交換交換になってたね。ママもわかったよ。正解の人は、はなまるです。これではなまるだよ。あ、つけるよ。さっくり出てますよ。レベル2は難しいよ。はい、レベル2、みんなのお洋服はこうだよ。いくよ。だるまさんが転んだ。変わった？変わったかな？見つけたかな？いくよ。だるまさんが転んだ。あれ、変わった？あんなの顔が変わってるぐらいしかわかんないな。だるまさんが転んだ。あら、これはなんだか結構難しいね。いくよ。だるまさんが転んだ。ちょっと待って、コノハどういうこと？コノハどういうこと？みんなわかったかな？だるまさんが転んだ。ちょっとおみこしみたいになってますけど大丈夫ですか？あ、もうこんだけ近いともうね、わかった人もいっぱいいるかな。だるまさん、あっち、逃げられた。みんなわかったかな。はい、レベル2の答えは、パパゾンの帽子が
ママゾンの帽子と変わっていました。これ結構難しかったんじゃない？帽子似てるでしょ。ちょっと帽子2つ見せてよ。ねえ、色も似てるから結構難易度高かったよ。あ、ちょっと待って、ボケてるボケてる。ねえ、この帽子似てるからちょっと難しかったよね。みんな分かったかな？はい、レベル3はガンダムの前です。みんな今はこんなお洋服だね。覚えておいてね。じゃあいくよ。だるまさんが転んだ。あれ、寝てる人がいる。どっか変わったかな？この距離で見えるかな？いくよ。だるまさんが転んだ。お、元のお洋服に戻ったね。でもやっぱり死んでるな、真ん中の人。この葉の何が変わってるか分かんないんだけど、変わってんのかな、この葉。だるまさんが変わった。チャイムが鳴ってる。そして寝てる。やっぱりどっか変わってる。いくよ。だるまさんが転んだ。あれ、そしてやっぱりこの葉がいない。この葉自由すぎるでしょ。ちょっとこの二人のどっかは変わってるかな。近い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 。行くよ。だるまさんが変わった。変わった。見て見て、寝てる寝てる。そして近い。どっか変わってるね。変わってるね。思いっきり変わってるね。みんなもう分かったよね。はい、最後かな。だるあー逃げられた。みんな分かったかな。正解はパパさんの、うん、ね、どうやってね、こうこうこうパパゾンのサングラスが変わってたね。最後の絵はすごかったね。最後のだるまさんが転んだ。もっといっぱいあるのね。見てみてください。このシャックリは、その挨拶の動画はここにあるよ。助けます。ハンターからアラレちゃんに変わったような感じだね。せーの、じゃーん。こんなお顔になってました。はい、今日は2回目のだるまさん転んだ間違い探しをしてみました。どうだった？超良かったです。例えば観光地でやるのは難しかったですね。どうでした？あなたは死んでましたね。チーン。寝そべりすぎ。ベジタリアンどころじゃなくなってるじゃん。ジベタリアンか。ジベタリアンどころじゃなくなってるじゃない、あなた。アンナは？アンナは虫に刺されて足が痒いです。はい、食べないでください。もしこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ、また見てね。また見てね。バイバイ。え、バッグが？アンナとコノハのバッグが変わっていました。次のやつ見えない、ビッグバッグ見えない。